さこんばんはだろた。楽しいこと面白いこと大好きなピアノ教室。ダンボール箱が余ったらハサミやカッターでキリキリして、マスキングテープやシールでいろんなものを作るのはとっても楽しいなと思うわ。猫ちゃんやワンちゃんの犬小屋、猫の小屋など一緒に作ったり工作も楽しいですね。ショパンのワルツで今日はさようなら。便利でござる。ドラえもんの秘密道具を取り出す時のテーマはここ豆腐屋さんのテーマも地元伊賀野の豆腐屋さんだったかしら。個人情報はあまり。言えませんが、豆腐屋さんのテーマ曲もらしい、らしいでござる。日頃いろんな曲を弾いていると絶対音感というのが身につくであーっと。どんどん、やごの皆さんも、ドレミの音名で歌いながら弾いてちょんまげ。それでは。